皆さんこんにちは、キミドリです。今回はこちらエアガン .jp ハンドガン福袋4万円、こちらをねついポチってしまったので開封していきたいと思います。こちら中身としましては、こちら4万円で新品のガスハンドガンが3丁入っているという感じですね。一応このショップでの販売価格分の5万5000円以上は入っているらしいです。で、なんか当たりみたいなのがあるらしくて、SR セットが 20%、SSR が 6.6% みたいな、なんかガチャみたいですね、ソシャゲの。値段的にもお得になるようにはなってるっぽいので、まあ、いいかなという感じですかね。では早速ちょっと開けていきたいと思います。いや、ちょっとすでに持ってるやつと被らなければいいんだけど。これは、じゃあちょっと上から順番に紹介していきますね。はい、まず1丁目。田中ワークスのルガー P08。これは割といいんじゃないか。まあ、田中ワークスのルガーいろいろ種類があるんですけど、まあ、多分これ箱のサイズ的に、あれですね、多分超重心。重心長いやつが入ってるのかな。おぉ。これはいいぞ。当たりなんじゃないですかね、これ。結構高かったでしょ、定価。モデルとしては P08 のアーティラリーとかやつですかね。超重心で、あとリアサイトが真ん中についてますね。普通のモデルは後ろについてるんですけど、いや、ちょっといきなりこれテンションが上がりましたね。まあ、田中のルガー実はすでに1丁持ってるんですけど、これですね。こっちはのルガー P06 って言って、まあ、普通の重心のモデルで、グリップセーフティーがついてるってやつなんですけど、まあ、長さは違うし、こっちはこっちでね、また違ったかっこよさがあるので、これは全然嬉しいですね。ドイツ軍装備がはかどりそう。しないけど。ちょっと空打ちで作動させてみます。おお、ルガーはね、ここの部分がね、ぴょこぴょこ動くのがいいっすね。おお。はい、ということでね、まあ、1丁目は大当たりって感じでした。はい、続きまして2丁目。ダブルベルのハイキャパ 5.1 ですね。まあ、ダブルベルのハイキャパっていくつか種類があったと思うんですけど、これ何だろう。ちょっと開けてみましょう。おお、これいいぞ。こちらハイキャパのインフィニティモデルですね。見えますかね、これ。スライドにインフィニティ社の刻印が入ってます。で、グリップ部分には STI の刻印がありますね。いや、これも結構いいぞ。一応フレームにはね、これレールがついてますね。20mm レール。ただちょっとこのレール切り欠きがないので、なんかフラッシュライトとかつけたらちょっと固定するのが難しいかもしれないですね。で、フロントサイトにはクリアの棒が入ってますね。で、リアサイトは調整式で、こちらも STI の刻印が入ってます。見えますかね、大丈夫。これスライドもちゃんと樹脂製なので安心ですね。おお、やっぱりハイキャパだけあって動きはキレがいいですね。あれ、ちょっとこれ、見ますかね、これ。今の試し打ちでフロントサイトのクリアの棒が飛んでった。マジかよ。はい、3丁目はこちら。東京丸井の LCP ですね。いや、ついに来ちゃったか、丸井。いや、別に全然問題ないんですけど。これはガスブローバックじゃなくて固定ガスガンですね。で、丸井さんやっぱり梱包が綺麗だな。こんな感じで収まってます。こちらね、割と話題になったモデルなので知ってる方も多いと思うんですけど、多分6、7千円ぐらいで買える比較的、まあ、安価なモデルです。おお、でも結構いい音するね。まあ、ブローバックとかはしないですけど、その分性能とかコスパがいいっていう感じですかね。まあ、見た目とかは全然好みなんで、まあ悪くはないかなっていう感じですね。あと、まあ決して避けてるわけではないんですけど、東京丸井のハンドガン今まであんまり買ってこなかったんで、多分今家に50丁ぐらいあるハンドガンの中で、唯一の東京丸井製品です、これが。ってことで、ある意味僕の中では結構貴重なモデルかもしれないです。はい。はい、ということでね、結果は田中のルーガー。で、ダブルベルのハイキャパ、東京丸井の LCP の3丁になりました。ハイキャパのサイトが壊れたことだけを除けば、まあ、比較的当たりだったかなと。ちょっとね、個人的には1丁目にいきなりルガーが来たことにちょっとびっくりしたんですけども。まあ、全体で見ても、まあ、ちょっとハイキャパ、だいたいいい結果だったかなと思います。で、ちょっと値段に関してはどれぐらい得したのかな。このショップでの販売価格が、ルガー P08 8インチヘビーウェイトが27,280円、ハイキャパ 5.1 インフィニティタイプが14,980円で、 LCP が7,280円ですね。まあ、トータルで考えたら多分1万円近く得してるんじゃないかなという感じですかね。いやー、うん、結構個人的には満足した結果になりました。
でこちらの福袋ね、2月3日現在まだ在庫が残ってるので、もし気になった方いらっしゃったらぜひ買ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで動画は以上になります。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。いや、ちょっとこれ交換してもらえ